おはようございます。おはようございます。何でしょうか、何でしょうか、はい、何でも、もうフィリピンボックスやから、どっからでも。なるほど。場合によったらワサリン塗ってクリンチクリンチクリンチ戦う気あれへんみたいな。そんな選手言ってましたね。言ってました、言ってました。ただのファイトマネーだけ、はい、もらって帰るね。トゥルトゥルのね、言ってました、言ってました。何でしょう。いや、そう、前回言ったようにね、宝くんもあれでしょ、オリンピックを。はい、そうです、そうです。積み立てて、はい、まあ、少額ですけどね、積み立てって言っても。いやいや、でも、あれですよ。ただね、ちょっと調べてたら、宿泊施設見つける方が大変ってことに気づいて、あと、交通手段ですよね。そうね。まあ、我々だったら大阪から新幹線に行ったりとか。まあ、夜行バスとかね、パターンありますけど。そっちの方が取れるかが心配ですね、今は。さあ行くんがもうなんとか俺東京たどり着いたらだから泊まってそこは確保はできるから、だからその辺はねあれないけど、当たるかも、当たらんという気で、ね、まあね、言うたらね。さあ言うでも、でも交通機関はでもそうそうなんですよ。俺カゴで行くで。カツゴ。それって走ってるの。斬新やね。斬新。いや乗ってる方かな。いや乗ってる方かな。行くでって。カツゴ方かい。あ、その時は交通機関は東京とか行く新幹線とかはそんな大丈夫やと思う。入ってからの云々が何ていうか普段の感じでね、1時間かかるねとかもう3、4時間かかるとかぐらいに思っといた方がね。でちょっと関東の知り合いあるから、はい、ホテルとかってどないって言ったら、いやもう東京、神奈川はもうほぼアウトらしい、はい、もうおそらくそうやろうと。今でももうしんどいから、はい、観光客で、ね、まあ、大阪もそうですけど、ほんまやね。で意外とあなたが埼玉、浦和やったりあのやったら意外にアクセスよくて、で意外とホテルも多いけど、うん、満室になってないことが業さんあるらしい。まあこの言ったらそれ見て行かないけど、いやさあもう情報時代がもうすぐそんな、そう、さあ一時あの大阪市内マンション取れないでね、ほらよくね森口とかあの辺に泊まる人が多いって、どこだからしなんか森口ってちょっとねあれやけど、モノレールで大阪空港まで一本行ってるとか、そうか、意外と穴場があるからね。いや最悪路上でいいのだよ。なんでよ。それもね別にええちゃいけど、漫画喫茶とか、いやそんなみんなも考えてますってでしょ。いや知れる当たることがね。さ、俺はウェイトリフティング予選、予選、高田君なんだ、馬術の予選、もうあれ予選だ。あれやっぱりプレミアがつくんかな、感じが。決勝とかね。あともう一個ね、馬術とあと近代五種、あの走ってライフルって馬術やそれで、はい、あれって陸上と違うところであるのかな。あとなんか陸上競技でね、違います、別です。でもね、さ、100m 決勝の日が被る日とか高なったりとか、はいはいはい。あとそうそう、ね、その宿泊場所もなんですけど、宿泊費なんですよ。はいはい。数年前ゴールデンウィークに、うち奥さんのお母様が、来訪するということで、京都観光に行きたいと、はい、一旦大阪に入ってから、うちの奥さんと二人で京都回ったり、長野でしょうかってやってるんですけど、もう某、どんだけ探してもないんですよ。で、某ホテル、有名なチェーンのね、ビジネスホテル。一室だけ空いてたんですよ、はいはい、で電話して取ったら高いじゃないですか、うん、ネットのサイトで見たら一泊ですよ、うん、一泊ですよ、28,000円。え、通常だったらどれぐらい。8,000円、朝食時間普通のビジネスホテル。あ、それで何だどこか分かった、ね、変動性あるとこね、はい、変動性ある、それ有名なとこで普段は8,000円、うん、土日間でも、うん、朝食付き、ゴールデンウィーク28,000円。28,000円はで、それでもね取らんとやっぱり部屋売れるんですよ、だから需要と供給で逆にあの空いてる時期やったら8,000円のとこが6,500円だったりとか。でも8,000円が6,500円と8,000円がただで止めたるわね。いやでもそれはセリと一緒でね、そうやっぱりその足元みたいってあれやけどね、すごいね。でも稼ぎ時やから、いやそれは繁忙期のチケットもそうじゃないですか、正月とか盆のは高いし、だからそういうのでなんか抜け道をね探すんやけど、どうしても忙しい時期とかイベントごとある時でもさ、無理だから。僕東京在住の彼女を募集しようかなと思ってそこに泊まる。嫁は怒るよ。嫁はには彼女がええやろって言うといたら、え、奥さん静岡や。静岡静岡泊まって次の日、いやそれがね、光っていうんですか、光の泊まらない駅なんですよ。こだまじゃないと泊まらないで、こだましか泊まらないの。だから結局時間かかるんですよね。
まあまあそれでもいけるじゃんいける。最大戦でってんじゃん。そうね。最大戦青春18切符で。うんうん。夜通しは走ってへんやろ。下道。せかあの鈍行でヒッチハイクする。鈍行で。いやそんなやつもいてますよ。いやいてますよ。うん。いろんなのがあるからね。いろんなのあるけどね。ちょっと抜け道考えたいと思います。ね。はい。はい